拡張式寒冷値被覆システム第3世代拡張式寒冷値被覆システムイクックスはマサチューセッツ州にあるアメリカ陸軍ネイティック研究開発技術センターによって1980年代に開発された保護服システムである。第1世代パーカーカシーー40度からカシマイナス60度までの気温の中で適切な環境保護を維持することを目指している。 上下皮膚のセットを一つのレイヤーとしてまとめたものを5つ設定し気温に合わせて薄手のものから順番に重ね着することで対応する小物は次の通り2006年頃から第1世代から大きな変更はない第3世代レベル5上下2008年頃から下肢45度から下肢マイナス50度までの気温の中で適切な環境保護を維持することを目指している 第三世代は保護戦闘服を参考にし、レベルという分類をした上半身7種類、下半身5種類を組み合わせたシステムとなっている。小物は次の通り。第三世代レベル7乗2017年頃に、俳優の須田正樹や坂口健太郎が、第三世代レベル7乗を着用した画像をインターネット上で公開したことで話題になった。ありがとうございます。